オーディオドラマ幸男の失恋酒場第1話海賊カット。サワディーカ。面倒な仕事が片付き、無性に辛いものが食べたくてジャスミンというタイ料理店に入った。私、サチーヨ、恋はいつも全力投球の37歳。グリーンカレー、それとモヒート。コップンか。うん、今の店員さんの声誰かと似てる。私にはこういうことがよく起こる。なぜか入ったお店、入ったカフェで元彼と似た声を耳にするのだ。今回のこの声、誰だ。ああ、ジュークの秋、バイトに遅れそうで急いでた時。俺さ、海賊なんだ。は？君、信号青になったら渡るの？そのつもりですけど、何か？俺は渡らない。いや、あの、どうぞ、お好きに。ダメだよ、どうしてって聞いて。私、急いでるんです。長い黒髪。あ、やめて、髪から手を離して。どうして信号渡らないか聞いて。もう、どうして。俺、海賊だから。信号の色とかどうでもいい。海賊は自由なんだ。タケルは美容師、カットモデルを探していた。こんな誘い方で捕まる人がいるのかと思ったけど。綺麗だね、髪。親以外に容姿のことで褒められたことがなかった私。綺麗だねの言葉がまるで呪文に聞こえ、魔法にかけられたようにふらっとついていった。母以外の人に髪を触れられるのは初めて。髪をカットされながら耳元にタケルの息遣いを感じて、このままずっとこの人に髪を切ってもらうのかなって。やがてカットモデルから練習台になり、タケルのアパートで切ってもらうことが増えた。え？美容師になった理由？おふくろが美容師だったから、それだけ。お母さんも美容師だったんだ。女手一つで育ててくれたんだ。女手一つ？親父、子供の頃に死んだから。海で死んだ？漁師だったんだ、船ごと転覆。だからおふくろは俺に海には行くな、船には乗るなって。どうして海賊だって言うの？海の男の血受け継いでるから。海の男か。親父、町で一番の漁師だったんだ。俺、うちの美容院で早くカットできるようになって、親父みたいに一番になる。うん、いつでも練習台になる、私でよければ。お、サンキュー。あれ、ね、右と左長さ違わない？え、やべ、さっちゃん首傾けないで、ちゃんと揃えるから。あ、だから動かないでって。タケルは同期の中でも一番遅れてた。なかなかカットをさせてもらえなくて、次第にやけになっていった。タケル、やだ、何飲んでるの？ラム。海賊の飲み物ってや、ラムって決まってったろ。ハサミ持ってるときはやめてよ。大丈夫だよ、俺の腕前ならどんな強い酒飲んでてもバッチリ決まるって。え？動くなよ。え？もうやめて。タケル、鏡見せてよ。
鏡見るよりも手で触れば頭。え？これ以上切れねえよ。金の切れ目が縁の切れ目。私の場合、髪の切れ目が縁の切れ目。翌日の成人式、坊主頭にかんざしは刺さらなかった。君、信号青になったら渡るの？2年後、髪が伸びた私に声をかけてきたのは、日焼けした顔に白い歯、口の周りにひげを蓄えた精悍な顔つきの、いや、タケル？タケルなの？あん時は悪かったな。俺、腐ってたもんな。今、何してるの？海の男。まさか、海賊？漁師。遠洋漁業の船に乗ってる。漁師になったの？お袋に泣かれたけど、自分に嘘をつくのはもうやめた。金貯めて、いつか自分の船持つんだ。じゃあ、元気でな。あの時、信号は青だった。右手を高く上げて去っていったタケル。その笑顔を見た時分かった。タケルは、次のカットモデルではなく、自分の夢を捕まえに行ったんだ。海に。グリーンカレーでほてった体にライムとミントの香りがしみる。モヒートのベースはラム。終わった恋の味がする。ラストオーダーですか？じゃあモヒート。いや、いいわ、お勘定お願い。思い出に浸ってる時間はない。私も夢を捕まえに行かなくちゃ。本日はご来店誠にありがとうございました。どのようなご意見でも構いません。ぜひお声をお聞かせください。スタッフ一同励みとさせていただきます。それではまたのお越しをお待ちしております。